時刻は8時を回りまして、これからはアトロのコザピドゥラジオの時間でございます。早い。お送りしているのは私アトロの友寄司と同じくアトロの榎並恵子です。はい、はい、今回は何回目でしょうか。今回は82回目ですね。82回目。はい、はい、はいはい。今日はね、うん、めちゃくちゃ天気悪くてずっと終始雨降ってたんですけど、うん、雨のことでもなんか言おうかなと思ったら、うん、今晴れてますね晴れてるというか降ってないって感じかな。あ、はいはいはい。うん、雨のことでなんか言いたい、言いたいっていうか、まあ、ずっと雨だったから雨話でもしようかなと思ったんだけど、はいはい、今あんまりね、うん、降ってる感じもしないんで、うんうんうん、なんか雨といえば何かありますか。なんかね、雨といえば、うん、やっぱ傘さすでしょ。はい、ね、傘さして歩いてる時に、はい、向こうからかも、からも向こう、うん、向かいからも傘さして歩いてくる人が、うん、で道は歩道は狭い、うん、すれ違う時に、うん、傘をどうするかっていうところ気になる。この細いところで傘をさした同士が向かいから来た時、もうやっぱりあれじゃない、二択じゃない、うん、傘を閉じるか、おもしくは、うん、自分の傘を上に上げといて、そうそうそう、どうぞみたいな感じで通り過ぎるかだよね。うんうん、自分もだいたいそう上に上げたりとかさ、うん、なんかやっぱぶつからないようにはするよね。だけど稽古から、うん、前から来た人がさ、うん、例えばチェホンマンぐらいでかかったらどうするのそれはちょっと困るね逆にも超低くするのでもぶつかるね。 あれじゃない、ちょっと閉じながらもなんかなんていうの、こじんまり通っていくみたいな、ね。はいはい、うん、そうそうそう、そういうのとか。まあ俺もあんまり大きくないから、うん、やっぱ向かいからね、うん、180ぐらいのが来たらね、もうちょっとこじんまりしていくんじゃないもん。そうそう、うん、面白いね。そういう話ですか。そういう話と、うん、でそれで思い出すのがさ、はい、なんかなんだろう、AC かなんかの CM で昔、うん、他のアニメーションでちょっと江戸時代の浮世絵風の感じのやつで、うんうんうん、この言えば日本人のこの粋な、はいはいはい、なんか計らいみたいなやつで。すれ違う時に傘が相手側に雫が垂れないように斜めにするっていう、うんうんうん、いいなと思った。こういうね、なんか何、うん、だろう、日本独特の、うん、なんていうんですかこれ、粋な粋な、ね、粋な計らいというかね。そう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 、なあれも言うでしょ、袖、うん、袖触れ合うも何かの縁じゃないけどさ、うん、ああはい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 、だから、うん、そういうのもあるさ、うん、あとなんか電車っていうかこのそういうところでも、うん、拳1個分なんか開けるとかなんかあるさ、うん、あるね、そういうのって日本のこの、うん、なんていうの、相手を思いやる美学みたいなね、うん、そういうのありますよね。ね、そういうのすごくいいなと思うけどね、うん、それってでも果たして今の人たち、うん、現代人、うん、まあ俺なんかも現代人っちゃ現代人だけど、うん、あるんですかねそういう、うん、ある人もいればない人もいるというか、まあ、人によりけりかなと思ったりもするね、うん、世代とか関係なくさ、うん、例えばほら最近の若いもんはとかって言いがちではあるけど、はい、うん、例えば車運転してたら道譲った時、うん、例えば小中高生とかね若い学生たちが道を渡る時にさ、はい、ありがとうするしない、うん、で小走りするしないみたいなのあるけど、うんうん、俺なんかより小走り世代さ、小走り世代そうそう、車が譲ってるな明らかにっていう時は、うん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 、手挙げて、あ、ちょっとすいませんっつって、うんうん、ちょっと小走りするでしょ。そうそうそう、あれが俺普通と思ってたけど、うんうん、そしたらもう全然堂々とね、うん、我関節と歩くやついるでしょ、うんうんうん、俺ああいうの見たら、うん、どういう風に
育ってきたのお前みたいな、うんね、本当にちょっと小走りして申し訳なさそうにぐらい知れみたいな、うん、って思うけどね思う、うん、でもあれでは本当に自分なんかの世代は小さい時に、うん、あのほら知らないおじさんおばさんがもう怒ったりしよったさしたねあんたなんか危ないこんなとこで何やってるかとかさ、うん、そういうのが最近多分少ないからっていうのもあるのかなと思ってもうあれなんだよ、うん、よく先生とかが虐待とかさ、うん、その隣のおじさんおばさんがもしね、うん、怒って何げんこつでもしたら、うん、なんか下手したら問題になるでしょだから、ね、隣のおばさんに頭叩かれたとかでこれで裁判ざったとかね、うんうん、なんかもう面白くないですよ ね、そういうのなんかはちょっと寂しいですね俺もよくちっちゃい頃あの隣のおじさんに怒られましたよ、うんうん、自分も知らん中のおじさんにおばさんに怒られてよく 犬に、うん、あの縄跳びの縄、うん、を野良犬につけてから引っ張って歩いてたわけよ、うんうんうん、そしたから、うん、この犬も最初はおとなしかったんだけど、うんうん、だんだん俺にキレてきてからこの、うん、で俺の桃を噛もうとしてて、うん、で俺はもうびっくりしてあの塀に登ってから泣いてて、うん、でこれで助けてっつったら、うん、おじさんが、うん、車運転してるおじさんが急に止まってから、うん、この何紐取ってから、うん、犬のね、うん、でえいってから何ちょっと優しく犬蹴って、うん、犬はキャンキャン生きよったわけ、うん、でその後に俺めっちゃ怒られたからね、うん、あんなやってあの犬に紐つけんよっつって犬も苦しいよみたいな感じであなるほど、ね、怒られましたよってから、ねうん、でもそういうのが教育だったりしますからねそう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 ほんとだから車とかもさ、うん、あの譲ってくれる人とまあそうじゃない人いるけど、うん、俺の勝手な偏見で言うと、うん、譲ってくれない人は女性が多い、うんでもね、あの止まって譲ってるなと思ってチラッて見たらやっぱり男性率が高いね、うん、そうかも、うん、実際やっぱり、うん、あれですよ男性の方が優しい方は多いと思います、うんうんうん、女の人やっぱり普通でさえなんていうもう弱い生き物なんで、まあ、女性は弱い立場だからね、うん、弱い立場でもう具体もないしさ、うんうん、弱いからもうそういうところであのずぶとく生きていくっていうのが、うんうん、やっぱりあるんじゃないかなと思うこの本能的にさ、うんうんだから一見女の人が優しいっていうイメージあるけど、うん、実際じゃないと思う男の人が優しいと思うな、うん、なんか俺もそう思う、うんまあ、別にまあ、これはね個人差あると思うんだけどさそうだ、ね、男でも意地悪いっぱいいると思うけどそうそうそう同じでも優しいしてるからね、うん、なんか多い譲ってくれる人、うん、男性が、うんうん、確かに、うん、それはあるねはい、はいうん、そんな感じですがはい、はい早速ですけどメッセージ来てますね、はいはい、ルードルーフ2006弟子さんが、はい、ハイサイコバワンアトロの皆さんお店の改装終わったようですねとのことですねはい、はい、もうね、うん、もうここ数週間というかもう週末土日はもうアトロの改装工事、うん、エントランスの工事に追われて、うんね、もうずっと腰が痛いですよ今だからね、うん、もう全身筋肉痛と、うん、あと腰のもそうそうなんていうのこのセメントをかき混ぜるのとかもすごく力使うし、もうなんか中腰の作業が多くて、うん、なんかもうやってる時はそうでもないんだけど、うんうん、もう次の日が結構きつくて、うんはいはい、でしかもこの間の土曜日は、うん、その改装の仕上げの工事をして、うんうん、その足でまた高校の同級生と飲み会があったから、はいはいうん、すぐ、まあ、お風呂入ってすぐ飲みに行ったんですよ、うんうんうん、そしたらもう楽しくてね、うん、めちゃくちゃ飲んださ、うん、次の日二日酔いになって、うん、頭も痛くて二、うん、日酔いでごまかされてるけど二、うん、日酔い終わった夜ぐらいにめっちゃ腰痛くて、うん、おかしいもうきつかったですね、うん、ようやく今日、まあ、今日もまだちょっと筋肉痛ですけど、うんうんうん、だからねずっとここのとこも1ヶ月近くね週末はずっとお父さんと司2人でねもうね、うん、近年まれに見る弟の接触時間の長さで、うん、上等さ親子コラボ作品やっぱり、うん、ね、うん、思春期になった時は、うん、なんかやっぱ親と、ね、会話するのもうざったい時もあるじゃないですか、うんうん、あるねだけどもそれも通り越して俺ももうおじさんですよもう、うん、だから普通に弟一緒にもう、うん、工事して、うん、久しぶりにがっつり弟触れ合ってというか、はい、触れ合う、うんまあ、一緒に作業して、うん、いいですね、うん、そういうこの親子でまたこういうコミュニケーション取れるっていうのもいいんじゃないですか。でもおかげでかなりいい感じのエントランスが仕上がりましたよ、うん、おいいですね。レンガ調のね、うん、アンティークレンガっていうんですかあれは、はいはいはい、かなり
なんか3パターンぐらいを組み合わせてやるんだけど、うん、その組み合わせも、うん、やっぱ説明書っていうか設計図があるわけじゃないから、うんうん、俺の頭の中で判断するわけさ、うん、これの次はこれ置いてみたいな、うんうんうん、っていうのが結構頭も使って、うん、やっぱあのね計算通りにやらないと、うん、あのなんか左側赤多いけど右少ないなとかってなってくるでしょ。そうそうそう、なるよね、だからあの、うん、そういうのも考えながらやりましたけど、うんうん、はいはい、どうですか、すごいね、見てあれすごくいいバランスだと思う、うん、なんかとっても可愛い、うん、まずこのレンガの3色のチョイスから始まったさ、はい、たくさんあるレンガの中から、うん、まずこのなんていうタイプを選んで、うん、ちょっとこう最初からね風合いのある、うん、ちょっとこうゴツゴツした一個ずつちょっと違うみたいなレンガをつかさがチョイスして、うんうんうん、はい、で今度は色、うん、じゃあこの3色で混ぜてやりましょうっていうのが、うん、すごくもうぴったりっていうかさ、うん、もうさすがですよ。そうですか、そこはもうセンスの見せ所ですね。しかもね、うん、あの厳密に言うと、うん、ちょっと端っこのところが、うん、あのレンガが少し足りないというか、うん、部分があって、はい、そこはあのセメントも埋めて、うん、あの目地用のコテで、はいはい、あのなんだろう筋を作って、あたかもあのレンガ敷いて今すぐ足で一応やってるんだけど、はいはい、あれも結構いい感じです。あれ上等、なんか、うん、あれなんかそのままでもいいのかなって思ったりもする。だからもうあの俺もあの全部それでやればよかったかなと思って。あ、そうだったね。まあそれはそれでまた大変だと思うけど、うんうん、やっぱ歪んだりとかね、うんうん、だからもう本当にここ数週間というかね、うん、もう多分ね先月ぐらいからもうずっとうん、あの週末 DIY、うんうん、やってるからね、うん、2月19日ぐらいから始まってんじゃない、18、19の土日から始まってるから、そうそうそう頑張ってるよ。もうかなりいい感じにできましたね、うん、ぜひぜひもうアトロンショップにね、うん、こう来たら見れますので。アトロンショップもどんどんパワーアップしてますよ、うん、流れを日々進化してね、うん、この上等になってるエントランスも、うん、司とお父さんのコラボ作品そうだね、はい、ちょっとしたミュージアムになってますね。そう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 、うん、いい感じよ、はいはい、ぜひぜひね遊びに来てほしいですね、はい、はい、ということで、はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 761@fmkoza.jp、 ファックスは 098-934-8653。 また FM コザではユーストリームで映像と音声を配信しています。ホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、皆様からのたくさんのツイッターメッセージをお待ちしております。はい、お待ちしております。はいはい、ということで、じゃあ早速1曲目、はい、行ってみましょうかね。はい。はい。ちくとしあきさんで、人玉温度。
コザピドゥでは皆様からの温かいお便りをお待ちしております。アドレスは761@fmkoza.jp もしくは FM コザホームページでも書き込みできますよ。ペニー、また Facebook アトロン公式ホームページでも毎月お題を出しますので、お気軽に参加しておくんなまし。たくさんのお便りを待ってるぜ。はい、ということでお送りした音楽は何ですか。はい、ちくとしあきさんで人玉音頭です。この声を聞いてちょっと分かる人っていうのは、うん、まあ俺なんか世代ぐらいかもしれないけど、そうだね、ちくとしあきさんっていうのは、うん、元玉、うん、で今、ソロでも活動してるし、うん、いろいろねパスカルズとかね、うん、そういったので活動してて、このちくさん の、うん、そのソロになってからのライブ、うんうん、見に行ったことあるさ。あるね。あれはもういつの話ですか。あれもう10年前その時に購入した CD なんですけど、今お送りしたのは、うん、はい、もう2007年のことなのでなんかもう、ね、10年前ってまあ 5,6 年前かなと思ってたけど、10年経つんだね。そうね、もうちょうど3月10日、10年前の3月10日だから、うん、本当あれだね、ぴったり10年前ぐらい、うん、もうやっぱり昔からファンなんで、うん、会ったら緊張しますよ、とっても。そうね、ただのおじさんだったけど、うん、もう中学校の時からの大ファンなんで俺は全然ファンでもなんでもないから、うん、付き添いで行ったさ、うん、まあ、何が面白いって思わないけど俺も別に好きだけど、うん、なんか普通に緊張はしないですけどね。あ、そう、うん、まあそういうのはね、そう、つかさはね普通かもしれないけどね、うん、あ、なんか、はいはい、お便りが、うん、そうですね、お便り、はい、はい、こちらですね、2月にいただいたお便りなんですけども、かなりタイムラグがありますね2月23日いただいたお便りで、はい、沖縄市の果汁さんから、はい、はじめまして、沖縄の果汁さんです。はい、えのびさん遅れましたがハッピーバースデー。ハブの父ちゃんからのファンです。バナナコンセプトの壁画もナイスですね。最近屋上の壁画見てテンション上がりましたよ。寒い日が続いてますが体調に気をつけて頑張ってください。でチョコちゃんとあげましたよ彼に、とのことです。ってことはこれ女性の方ですね。女性の方ですね。果汁さん、沖縄市の果汁さん、おめでとうございます。はい、ありがとうございます。よく思うんだけど、うん、えのびさん遅れましたがハッピーバースデーはいいんだけどハブの父ちゃんからのファンです、うん、俺はって思うこれこれ大体俺のだぜこれハブの父ちゃんも俺が大体考えてるしバナナコンセプトの壁画もだし、うん、この屋上っていうのはこれスパイス持ってるでしょ。スパイス持ってるだぜね、うん、これほとんど俺がメインでやってるやつで、そうだね、多分作品はつかさの絵を見ていると思います、うん、なんかさ誰かがまたブログ誰かのブログにもあったんだけど、うん、なんかえのび恵子さんの絵を発見みたいな、うん、えのびさんの絵好きなんですっつってから、うん、まんま足こ俺の絵だったりとか友井せつかさんの絵ですかなんかね、うん、俺の手柄と持っていってるよねすいませんねちょっとえのびが前に出すぎかなあんなに俺影薄いではないと思うけど、ちょっとあれじゃない、えのびのがしゃしゃりすぎなんじゃないのファンですっていうのは二人に言ってるんですかね。そうだよ、そうですよ、もうそうですよ、そう思い込んどきましょうね。そうですよ、つかさの通の字もないから今これたまたまね、自分が誕生日だったからね、えのびさんって書いてるけど、二人に対してですよ。しかもハブの父ちゃんからのファンですってかなり最近だな最近俺なんか20年近くやってまんねんってからいやでも嬉しいじゃないですか、まあ、嬉しいですよファンがねいることは嬉しいことですよ ね嬉しい、うん、でもこのハブの父ちゃんねすごくやっぱり反響があってね、はい、なんかユード&プラティさんが歌っている沖縄のホームソング、うん、はい、ハブの父ちゃんなんですけど、去年の6月にねオンエアされて、うん、7月か7月8月の歌でオンエアされて、はい、だけどすごくなんかね反響大きいよね。あれだから自分でね、うん、こういうのを言うのもあれだけど、うん、多分その近年の沖縄のホームソングの中ではかなり、うん、なんだろう、うん、主張されたというか、あ、そうだ、ね、盛り上がったんじゃないかなと思ってますよ。あ、それあると思う、うんうん、なんか YouTube とかにもね、うん、あるみたいで、うん、もしねハブの父ちゃんって何って気になった方は、うん、
検索したら多分出てくると思うんで、ね、あれはねすごく頑張りましたよね、うん、私あの司がこのデザインしているこのキャラクター、司が作るキャラクター、はい、あのユード&プラティのお二人もちょっとキャラクターとして登場してるんですけど、まあちょっとね谷中義にはなってるけど、うん、そうそう、デフォルメ具合がすごく可愛くて、うん、俺の似顔絵っていうのはあの、うん、盛らんから、そう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 、逆盛りはするよ逆盛りちょっとデフォルメがオーバーな感じのね、そうそうそう、でも自分は好きだけどね、このなんだろう、俺も好きだけどね、悪意はない感じのデフォルメっていうの、だって可愛く描いて何が楽しいの、うん、まあ可愛いんだよあれも、うん、可愛いと思う、だけどより誇張の仕方さ、うんうん、そのなんかオーバーに美人とかオーバーにかっこよく描くよりはこの人の個性、例えばなんかちょっと鼻でかいなとか、なんか目が離れてんなとか、唇太いなっていうのがあったら、ここをこなんていうの誇張したら面白くなるさ、うんうん、そう面白いと思う本当に、あのガキツカとかでよくイラストで出てくる浜ちゃんがもう顔面のほとんどが唇あんなの大好きだけど、ね、自分大好き、うん、すごくいいと思う、ねえ、ね、ほんとほんと、でもさこのハブの父ちゃん見て、はい、アトロンショップにもさ、うん、お客さんでこのちょっと訪ねてきてる方がいて、はい、もうハブの父ちゃんも見てて好きなんですっつってから、うん、ああいう感じでキャラクタータッチで、うん、あのぜひ似顔絵とかが描いてもらえませんかねみたいな相談もありましたし、うん、はい、だなんか好きな人多いと思うよ、司の あのキャラクターの、しかもあのハブの父ちゃんは、うん、ちょっと隠れキャラ的に一瞬だけ、うんうん、あの荒井由紀人さんも出てくるから、ね、ああそうだね、あのサブリミナル的に、 あそっかそっか、曲はねそうユード&プラティさんと荒井由紀人さん2人、2組だからね、もうあのめっちゃキューピーみたいになってるこれもだからちょっと怒られんかなって心配しながら書いたんだけど、まあ、何も言ってこないんで、うんうん、大丈夫じゃないですか、ね、はいはい、うん、今ルドルフ2006弟子さんが、はい、最初の、あの子じゃ大掛かりだったんですねっていう、さっきのね大掛かりですよ本当に、うん、もうさっきも言いましたけど、うん、本当にあれ素人技じゃないですよ、うん、本当にね、あれを見て、うん、手作り感満載ですねっていう人がいるんだけど俺何を見やできるかみたいなマジであれはね多分なんか足らんね言ったんだぞこの人と思った、言うんだったら、うん、あの素人とは思えないぐらいすごい綺麗に作ってますねとかさ、うんうん、そう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 っていう話だよ、そう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 、うん、もうあれはかなりプロがしかやってないでしょと思うぐらいな、うん、綺麗な仕上がりですから、もうあのワードセンスなやつを、ね、うん、ちょっと怒ってますねはい、はい、であとルドルフ2006弟子さんが、はい、ハブの父ちゃん検索しました、面白いですねってことです、ありがとうございます、早速ね見ていただいてありがとうございます、あれもさ、うん、思うんだけど、うん、もちろんユード&プラティ&荒井由紀人さんの歌が面白いっていうのはもちろん大前提だけど、うん、それの引き立て役として俺なんかがアニメーションやってるでしょ、うんうん、だからそこもね、うん、あのもっと評価してほしいよね、そうですね、なんか、うん、まあ、これって本当は俺なんかじゃないで他の人が言った方がいいんだけどそうだね、なんか自分で自分のこと言うのもあれなんだけど、うんうんうん、なんかよりアニメーションって若干ね、うん、舐められてるところもあるから、うん、アニメーションがいかにどんだけこの影響を与えてるか、うん、あとこの作品の、うん、なんていうのスパイスになってるかっていうのをさ、うん、もっとね、そうだね、正直にハブの父ちゃんっていうタイトルからも見てわかると思うんですけど、うん、ハブの一家が出てくるんだけどね、うん、と父ちゃん母ちゃん僕っていうのも出てきて、うん、最初このあのなんていうんですか依頼があった時にね、はい、このハブこのヘビをどういう風な感じでやろうかっていうのすごく悩んでたね、めっちゃ難しかったよ、うん、だってハブヘビってもう手足がないから、うんうん、難しいさ、うん、でそれをいかに可愛くするかっていうので、そうね、このキャラクターデザインからまずめっちゃ考えましたからね、うん、なんかねこのヘビなんだけど、うん、あの頭があの父ちゃんはなんかあのなんていうのハゲ面みたいな、うん、あの昭和的なね、そう昭和的な、昭和チックなね、そうあの加藤茶がなんかやりそうな、はいはい、うん、酔っ払いのおじさんみたいな感じの髪型してたり、はい、母ちゃんはあの髪が団子なんて言ったりとか、お団子お団子であの僕は男の子はね帽子かぶったりとか、うん、すごくキャラクターも可愛いし、まあ、あれはもう本当に全体的に昭和ですよ、うんうんうん、もうあのまあ書いてる俺がもう昭和なんで、うん、はい、まあそんな感じですね、うんうんうん、でまた手足がないからね表現がすごく難しくてね、難しいわけよ、うん、なんかあの折、うん、一回あの竜宮の使いってあの魚いるでしょ、うんうんうん、あれも俺あの絵本にするからつって、うん、竜宮の使いが主人公の絵本を考えてほしいつって、うん、
やっぱ難しいわけよ。うん、手足がないから、ね、まあヒレみたいなのはあるけど、はいはいはい、これをどう可愛く、しかもあれ可愛くないわけ全然。リュウグウの使い自体ね、うんうん、ちょっとね怖いではある。グロいわ。ちょっと神秘的というかね。グロすぎるわけ。わかるよ。だからこれどんなやって可愛くすんのみたいな、うんうん、めっちゃ考えましたけどね。うんうん、あれもねまたヒレを手に見立てたりとかして。そうそうそう。実はあれヒレも、うん、あのリュウグウの使いは魚は、うんうん、ヒレももうあんまり大きくなくて、しかもあの手に当たる部分に あのないわけよ。うん、難しくてから、はいはい、うん、でもあれすごく可愛くなってたな、ね、うん、そこをもっと評価してくださいね、うん、なんか自分で言ってますが、はい、うん、そんな感じでね、はいはい、でね、この あの沖縄市の果汁さんが来てるお便り、はい、実はあの2月23日というのは木曜日なんですけど、はい、あのコザピドゥラジオって、うん、今生放送では毎月第1、はい、第3月曜日、うん、夜の8時からやってるんですが、はい、あの木曜日の毎週木曜日のお昼3時、はい、お昼過ぎの3時に実は再放送してまして、うん、はい、そうなんですか。そうなんですよ。この再放送俺は聞いたことないですけど。私も聞いたことない。嬉しいですね。嬉しいですね、うん、はい、多分それを聞いてあのお便りいただいたと思いますね。じゃあ3時ってことはじゃあね、うん、ちょっと、うん、あのおやつというかあの、うん、なんていうの、あの工事現場の人も、うん、3時チャーしながら、はいはいはい、聞けますね。ねえ、うん、いいですよ。まあ聞いてるかな本当に。でも結構ねラジオ聞いてる人いっぱいいるからね、うんうん、嬉しいですね。嬉しいですね、はい、はい、ありがとうございます、うん、はいはい、そんな感じでね、はい、実はあの今の時間は本当は宮島くんのコーナーなんですけど、あ、はいはいはい、レッツゴートゥーザムービーなんですが、うん、はいはい、全然いないですね。いないですね。来る気配ないですね。一応先ほど、うん、今日大丈夫かなっていうメールを打ったら、うん、あの今東京にいるみたいですね。あ、ね、うんうん、なんかあのスカイツリーと一緒に写って張り切ってましたけど、ね、おのぼりさんみたいな感じだったけど。いろいろね、内地でもいろいろ頑張ってんだね。しょっちゅう東京行ってるよね。うん、いいですね。イベントがあるのかな今回も。羨ましいよね。いいですね。俺なんかももう久しく行ってないですけど。行ってないね、うん、東京行きたいな。もうだいぶ変わってんじゃん。だはずよ、うん、だって自分たちが前行った時4年ぐらい前かな、東京スカイツリー一応作っては、建物自体はあったけどまだ中に入れない。まだあの開業というかオープンはしてなかったから、うん、ね、そうそうそう、はい、あなんか外であの、うん、外人さんが張り切って、うん、ピースしてましたけど。こさですね、はい、ほんと外人もさ、うん、いい外人さんもいるんだけど、うん、もうあのちょっと嫌なわらばもいっぱいいるんで、うん、うちのアトロのシャッターバンバン叩いたりとかさ、 あとなんか開けたりとかよ。あーいるね、うんうん、わちゃくする方がね、わちゃくしてるやつがいるからさ、はい、うん、なんかもう今も写真撮ろうしてるけど。フェイスブックにアップしてよ。フェイスブック。はい、フェイスブックにアップしたよ。はい、はい、そんな感じでね、はい、コザらしいですね、外人さんがいっぱい歩いてるってね。まあコザのね、うん、あの雰囲気っていうのはもうその外国文化が入ってる感じなんですね。はいはい、だけどあれだよね、アメリカ人というよりは、うん、あのインド人とか、うん、あといろんなもう多国籍というかね、うん、あれお店で行っても何、うん、台湾料理とか、はいはいはい、あとペルーとか、うん、タイ料理とかブラジルとか、ね、いっぱいあるからね、いっぱいあるからね、本当に。だから沖縄市にコザに来たら、うん、結構この食で行ったら、うん、各国のなんていう あのご飯が食べれるから、うんうんうん、いいと思いますよ。いいよね、うん、本当に。だ俺的には本当は、うん、それ以外にはあの飲み屋さんとかも多いでしょ、うんうん、ライブハウスとか、うんうん、それ以外にそのちょっとファッションとか、うん、はいはい、あと洋服屋さんみたいなのがもっと増えたらいいのになって思う。だからね、うん、本当にそしたらもっと若い人いっぱい来るのになとかさ、うん、そういう店ね本当増えてほしいですね、うん、ちょっと少ないね。だからね、うん、昔はねアーモボックスとかアメリカ屋とかそういうなんかちょっと元気のあるかお店だったんですけどね、うん、そういうのもっと、うん、増やしてください。ぜひぜひ。まあアトロンショップもありますので。アトロンショップもありますので、はいはい。と、はい、いうことでじゃあちょっとそろそろ一曲いってみましょうか。あ、俺ですか今度。そうですそうです。うん、いつもねあの、うん、もう開けた時にしかちょっともう選んでないんですけど、うん、じゃあちょっと久しぶりにまた聞きたいシリーズで。はいはい。いいですか。クルリでワンダーフォーゲル。うん、
はい、ということでお送りした曲は、はい、くるりでワンダーフォーゲルでした、はい、久しぶりに聞きましたけど久しぶりですね。いいですね、うん、なんかあの伝承がいいね、なんかオレンジレンジっぽいって言うのそう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 、うん、オレンジレンジっぽい感じがする、維新伝心かなんかの、あーちょっと似てるね、てる、うんうん、いいですね。ちなみにワンダーフォーゲルってわかる？ワンダーフォーゲルってなんだろう、山歩きみたいな、あー一種スキーみたいな感じかなと思った、違うんだね、山歩きの人たちいるでしょ、うん、あれをワンダーフォーゲルみたいな、へ、うん、なるほど、だったはず。登山する人、登山っていうのとまたちょっと違うというか、うん、登山とかよりがっつりエベレスト登るみたいな感じじゃなくて、はいはいはい、ちょっと散歩がてらみたいなね、そうそうそう、そういう感じじゃなかったかな、ちょっと、はいはい、気軽にみたいな感じだったと思います。なんかキラキラ音がなんか冬っぽく感じもするけどね、うん、ああ冬？そうでもない？どんな感じだった？冬というよりは俺はなんかあの、うん、春とか、あ全然違う、ね、なんか今からあったかくなってきますよみたいな感じがするけどね、なるほど、うん、へ全然違うね、うん、こう感じ方がね、はい、面白いですよ、はい、はい、ということで、うん、あとねちょっとまあアトロン情報として、はい、最近あのユーポスのテレビ CM がオンエアスタートしましたね。また流れてますね、うん、もうあの結構定着してきてるんじゃないですか、うん、あのアフロのアニメが ねそうそうそう、今はこれは何かのキャンペーンですか、うん、これ今決算セールですあ決算セール、うん、そうそう、で3月から結構長い期間ねオンエアすると思うので、うん、もうあの毎回曲もね、うん、似たような感じの曲なので、そうだね、もうちょっとあのなんていうのノリが今もう定番化してきてるというかね、うん、そう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 、うん、ね、もう見た方もいらっしゃるんじゃないですかね、俺も見ましたよ、ね、もう、あ本当にまだ見てないな、うんうん、はい、はい、もうじゃあこれもぜひ見てください、はい、ぜひぜひ見てみてください、はい、とあともう一つ、はい、今日ちょっと納品してきたもの、うん、とある、うん、ちょっと商品というかとある贈答品ね、はい、あるところからちょっとオーダーを受けて、うん、これすごいあれだね難しいね、うん、俺なんかの仕事って、うん、解禁するまで言えないでしょ、うん、これそう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 、どこの何をやったっていうのがね、うんうんうん、今言いたいのもいくつかあるんだけど、うん、言えないから、うんうん、ラジオ向きじゃないよねまあそれがだから解禁された時に、うん、これやりましたよっていうの言えばいいんじゃないですか。だけどそれってもう後出しじゃんけんみたいな感じだから本当は前もって言いたいんだけどねなんかちょうどね、うん、なんだろう、自分の中にタイムリーな時に言えたらね、うん、一番いいんですけど、そうそうそう、歯がゆいですけど、そうそう、まあ一応何今言ったの、うん、このとあるところからオーダーを受けまして、うん、とある贈答品をとある、はい、作りました。とある人に届けに行きましたね、うんうん、そうそうそう、これ個数がねまた35個ってかなりの個数なんですけど、はい、明日これはプレゼントするらしいので、はい、本当にシークレットなんですよ、なんか内容とかね、だからこれはサプライズプレゼントなんだよねそう、だから本当はもうこれすら言ってもさ、うん、勘のいい人は、ねうん、ちょっとあれってなるかもしれないからあれだけどまあ、うん、大丈夫でしょう。そう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 、うん、ねえ、だからもうすごくね、ギリギリだよもうギリギリだね、だからこのとある物を作ってくれたのが、うんうん、アトロン、あこれは言っていいの、うんうん、言っていいんじゃない、アトロン商品でもね、うん、縫製を担当してくれている、はい、ゆうどりのしずさん、うん、はい、という方がね、うん、作ってくれて、そうですよ、かなり今回も可愛くて、うん、めっちゃクオリティの高いもの、ね、まあ、こんな言ってる時点でだから、うん、なんつーの、縫製してるものっていうのはもうバレバレだけど、そうなんです、縫製してるもの、うん、でオリジナルのもちろん生地なんですけど、はい、やっぱこのオーダーを受けて作っているので、はい、なんていうんですかね、あるデザインではなく、うん、その、オーダーを受けた方と打ち合わせをしながら、ね、うん、またちょっとオリジナルのテキスタイルでデザインした生地をね、うん、はいはい、また作りまして、もうこの時のために、うん、わざわざオリジナルでね、うんうん、でやっぱちょっとこのやっぱなんていうの、こう記念品、記念贈答品なんで、うん、やっぱ入れ日付とかさ、うん、とあるキーワードとか入れてほしいとか、うんうん、そういったのがあって、はい、あとはもう本当に私たちにお任せっていう感じなんですけど、うん、だけどめっちゃ喜んでたね、ねえ、よかった今日、うん、今日持ってったらもう、うん、あーかわいいって、うん、もうめっちゃ喜んでましたね、ねえ、嬉しかったっすね、ああいうのを見た時に、うん、あこういう仕事やっててよかったなって思いますよ、思うね、なんかこの喜んでくれるっていう、うんうん、ね、本当に、うん、やったかいあったなっていうさ、うん、だからなんか自分なんかの仕事ってやっぱりこう、うん、
ね、ありがとうって言われる、うん、喜んでくれるっていうような仕事なので、うん、すごくやっぱりそこもやりがいの一つだなって思いますね。そうだね、うんうん、なんか直にこのやっぱりなんていうのオーダーした方と触れ合えるっていうかさ、うん、なんかあので実際にこの物ができて入って見せた時のこの反応とか、うん、やっぱすごく嬉しいね。そうだね、うん、しかもだから、うん、俺なんかの仕事って、うん、なんていうの一種類だけじゃないさ、いろいろやるでしょ。そうそうそう、壁画もやる、アニメもやる、うん、ポスターもやる、うん、こういう商品みたいなグッズも作る、うん、だから俺もともと飽き性なんだけど、うん、ずっと飽きずに20年近くやってこれるのは、うん、多分もういろんな仕事があるから、うんうんうん、飽きないですよね。飽きないね、うん、本当に。あとはお金がもっと儲かればね。そうだねもっと儲かった方がいいね。もうね、うん、思いますよ。確かに確かに。あ、お金で思い出したけど、うん、確定申告もあったじゃないですか。だからね、もう大変でしたね、うん、だからよ。本当はだからあの経理とかね、うん、本当はいてくれたら助かるけどね、うんうんうん、俺なんかだから締め切りもいっぱいあるのに、うん、確定申告の準備でね、夜中までね、うん、だからよ、もう結構レシートの山、うん、それをチェックしながら、ね、でもねこういうのもちゃんとやっとかんとなんか、うん、潜りみたいな感じでやりたくないからね。しっかりねやってきましたよ、うん、だ確定申告出した時にさ、うん、はい、ちょうどあのもう朝早い時間に行ったわけ、はい、もう早く出してから仕事やるぞとか出して行って帰ろうしたから、うん、はい、ちょうど宮島君に会って、うん、偶然ばったりね宮島夫妻に会って、うん、あれってなって、うん、今からねっつってもう自分帰るとこだよ、うん、早いねとか言って。ってことはじゃあ宮島夫妻もちゃんと申告してるってことですか。そうですそうです、はい、まあ俺は当たり前よ、潜りじゃないかなって心配だったけど。じゃあねえよ、あんな堂々とやってんのに。チャンプルー大使とか言ってからね潜ったらダメだろ。ダメだよ堂々とやってるもんね、うんうん、はい、みんなね。だから16日までだから、うん、もうあのすごくやっぱ今いっぱいしてますよ、うん、そうだね、うん、もう今あれだよ駆け込みで、うん、ね、うん、まだまだ続きますよ。今日6日だからね、来週の木曜日まで。皆さんも出しましたかね、はい、はい、そんな16日の前にホワイトデートがありますけど、はい、ね、さっきあのこの沖縄市の果樹さんからもありましたけどね、バレンタインデーにあげた方はね、はい、多分ホワイトデーのお返しとかっていうのを期待してるはずなと思います、世間ではね。まあ世間ではね、うん、でも俺あの多分前も言ったけど、うんうん、ホワイトデー絶対あげない派だからいや別に期待しないですじゃあじゃあ、 あの、うん、別にあの今までもよ、うん、あのバレンタインデーは別に俺その人があげたいっていう気持ちであげてるわけでしょ、うん、そうですよ。お返しとか求めんなって思うね、うん、ねえ、女心分かってないな嬉しいんだよ。じゃあいいよって思うの。じゃあもういいよってから、バレンタインももらわんよじゃあって。あ、でもあれだよ、あの期待させないために、うん、例えばあの、まあ、今はね、うん、あの例えばお付き合いするしないとかそれぐらいの、ね、レベルの場合だったら意外とあるかもね、お返ししたら脈ありかなみたいなの思われるかもしれないから、うん、あまりこうちょっと豪勢にしすぎると期待させてしまうってことあるかもしれないね。ん、これはこれホワイトデーとかね、ホワイトデーお返しとかに、うん、でも俺はじゃあそれで損したかもね今まで。まああるかもね。だから俺は一切あげんから、うん、ああもう興味ないんだな、そうだね、脈なしかって、与えには興味ないんだなってそうだね、思ったかも、思ったかもしれない、ね、これがある意味ちょっと返事的なねものかなと思ったりもするので、うん、そうですね、まあっていうほどもらわんけどね、ね、うん、あらあら、まあ寂しいですよあのお母からもらったりとかねでも今年お母さんがもらった、もらってない寂しいですよまあでもね、ちょっと仕事してる方からはねもらったもんね。まあ今さらね、うん、チョコレートいっぱいもらってもしょうがないというか、もうね、うんうん、おじさんだしなんでよ、歯も歯もなるしねウケるまあね、うん、そんな言いながらもちょっとね、ちょっとホワイトでドキドキしてる人もいると思いますけどね。そうだね、はい、そういう感じで、はい、なんかもう話したらな、早いね、もうなんかもうそろそろなんか3曲目行こうかなと思って、もうあともうちょいで終わりますよ。だからよ、はい、ちょっとじゃあもうどうする、トークにする、3曲目流す、いや3曲目入れて、じゃあ最後に告知で、うんうん、はい、そうしましょうか、はい、じゃあ3曲目いきましょうね、はい、はい、次お送りする曲は、キセルで窓に地球イングリッシュバージョンです。
はい、ということでお送りした曲は何ですか。はい、キセルで窓に地球イングリッシュバージョンでした。はい、はいはい、窓に地球はね、うん、あの俺なんかもアニメーションね、うん、はい、窓に地球のまあ日本語版のアニメーションも作りましたよね、はい、うん、これもねちょっと YouTube にアップされてるかと思います、ね、うん、まあ、だいぶ昔のアニメなんでちょっと今見ると恥ずかしいんですけど、うん、そうだね、これも約10年前ぐらいだった多分、うん、のやつなのでちょっと検索して見てみてください。はい、ちょっと泣けるよ、泣けるっていう感じのをよく聞きます、うん、周囲からはね。まあ歌自体がね切ない感じだからね。うん、そう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 、うん、なんかね自分なんかこう作ったキャラクターがね、うん、ちょっとなんか切ない感じで、うん、あのアニメで動いてますので、はい、もうだいぶアニメも作ってますね。うん、だからよ、はいはい、うん、ということでもうエンディングですね。早い、はい、もうエンディングですけど、なんかあの告知とか、うん、そうですね、ありますか。はい、3月の20日にアトロンショップが1周年になります。早いね、早いね、もう1年そう、この1年でまた改装工事したりいろいろねパワーアップしてますけど、アトロンショップは日々進化してますよ、うん、はい、なのでもうその時ぐらいに一応まだちょっとね詳細決めてないんですけども、うん、少しこう 特別感が出るようなね、うん、もっと企画を考えようかなと思っています。なんかね、うん、1周年だから何か、うん、何かやりたいね、やりたいね、うん、はい、そこらまたちょっと次回の放送がちょうど3月20日なので、はい、その時にもお知らせできると思いますが、はい、その前に Facebook のアトロンページとかでちょっとチェックしていただけると、うん、前もって告知が出てるかなと思うので、はい、見てみてください。はい、チェックしてください、チェックしてください。とあともう一つ、第3週のコザピドゥラジオの、うん、コーナーのメンバーでもある、はい、ひとりつしなりこと大地くんね、はい、が、ライブがあります、はい、3月19日の日曜日、うん、ピンポンボル18、うん、春分イブデオツーマンライブ、うん、ちょうどアトロンの1周年の1日前、3月19日日曜日ですね。場所は、プチカフェバーにて、時間会場が19時半開演が20時から、うん、チャージは1500円でドリンク別となっております。これですね、あのピンポンボル18、うん、ひとりつしなりくんとあとメカルジンさんのツーマンです、はい、いいですね、いいですね。メカルジンさんもね、うん、かなり面白い歌を歌うんでね、うんうんうん、いいんですね。しかも雰囲気的にもね大地くんと合ってるというか、うん、だからよ、うん、もう自分もしかもあれだ、二人ともカタカナだね。そうだね、うん、カタカナカタカナだね。そう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 、うん、ピンポンもカタカナだし、うん、はい、なんかメカルジンさんの歌はなんかちょっとあの、うん、なんだろう、力強いというか感じで、うん、一人土なりのはちょっとあの切ない系というか、うん、ね、ちょうどいいかもね、このバランス的にもね、うん、はい、じゃあ、はい、あのね、もしお時間がある方は聞きに行ってください、うん、ね、聞きに行ってください、はい、一人土なりで検索してみてください、はい、はいはいはいですね。告知は以上ですか。告知は以上です、うん、はい、何か他にないですか。あのふと思ったこととか書いたんでしょ。ふと思ったことじゃあるよ、うん、最近、うん、ちびまる子ちゃんが1話なってる、ね、1話なってる、うん、で1話なってるのはいいんだけど、うん、あの伸びた分、うん、どうでもいいシーンが増えたよね。そうだ今日、うん、でもこれあのリボン読んでた時の人たちは分かると思うけど、うん、はい、よりちょっとコミックっぽくなってきてるかなと思うね、うん、しかもあのなんかあの道徳的にどうなのってなんかあのカンニングしたのを言わないとかさうん、うん、まあ一応いろいろ言いたいのあるんですけども時間が時間なんで、はい、この番組をお送りしたのは私、うん、アトロンの友瀬司と同じくアトロンの柳恵子でした、はいはい、じゃあまた第3章お会いしましょう。お会いしましょう。